鈴木直子アナウンサー NHK の鈴木直子アナウンサー42が4日 MC を務める情報番組朝1月金曜前 8.15 の公式インスタグラムを更新。番組にゲスト出演したお笑いタレントユリアンレトリーバー33の印象を綴った。9月から配信スタートしたネットフリックスのドラマシリーズ極悪女王でダンプ松本役を演じて話題となっているユリアンについて、鈴木アナはダンプさんご本人からの感動的なメッセージで涙からの花丸さんに渡されたタオルで鼻チーンはお腹がちぎれるかと思いました、アメリカでの挑戦も応援していますと期待していた。鈴木アナは神奈川県出身で2004年に NHK に入局、高松局、松山局を経て東京アナウンス室勤務となり、 NHK ニュースおはよう日本、ニュースウォッチ9、NHK ニュース7でキャスターを務めた。第一子出産による産休、育休を経て21年春から朝一を担当している。ユリアンレトリーバー本名吉田ゆり、吉田ゆり1990、平成2年11月1日生まれ。奈良県出身。関大4年時の2012年に NSC 大阪校に入学。1年目から頭角を現し、17年には NHK 情報漫才コンテストで女性ピン芸人初の優勝を飾った。芸名はあだ名、ユリアンと、店主、ゴールデンレトリバーから、